先ほどの動画とも重なりますが、ここからコレスポンデンスという題名の作品群が出てきます。コレスポンデンス、まあ日本語で言えばどうでしょう、対応とか照応とか、まあ物と物との対話みたいな意味合いと言っていいんじゃないでしょうかね。So I can hear produce the response there, and when they in turn strike out a response, somewhere else will then there something interaction thus create an living space. まあ、この物と物との対話というようなことが書いてあると思いますね。こういうシリーズがずっと続くわけですね。